この動画では M5 スタックのセットアップについて学びます。 Arduino IDE で M5 スタックの設定をしていきます。今回はその後半です。はい、前回の動画で M5 スタックの、基礎設定が終わったと思いますので、今回はスケッチ例からプログラムを実行して画面に表示するところまでやってみましょう。ではね、このように M5 系のものが並んでいると思います。なので、その中の M5 スタックのベーシックディスプレイを今回は選んで、ちょっと遊んでみましょう。では、M5 スタックをつないだ状態でコンパイラを行っていきます。で、Arduino を使ったことある人がいたら、多分すごいコンパイラ遅いなって思うかもしれないので、まあ、そこだけ注意しておいてください。で、今回動画の方は6倍速にしておきます。かなり時間かかりますね。1分から3分ぐらいかかったりするので、はい、その辺は我慢して待ってみてください。で、コンパイラが完了すると、この右の画面のように、まあ、いろいろ出てくると思います。で、それが確認できたらコンパイラ完了ですね。で、他のものも試してみましょう。では先ほどと同じように M5 スタックの今回もベーシックで、次はちょっとボタンを選んでみましょう。はい、ではコンパイルしていきます。で、これも長いですので動画では6倍速にして見ていきますね。で、もしこの時に何らかのエラーが出ている場合は、多分シリアルポートの設定がミスだとか、そういうところですので、ツールのところを確認してみましょう。はい、で、ね、コンパイルが完了したらこのように出てくると思います。で、これはボタンを押すサンプルですので、 M5 スタックについているボタンを押してちょっと様子を見ていくとしましょう。一番左が A で、真ん中が B、 右が C が出てくる、そういうプログラムになってますね。このようにしてボタンの動作が確認できますね。で、ちょっとプログラムを見てみますと、このように M5 なんとかっていう M5 の M5 スタックのライブラリを使っていることが分かりますね。まず begin で始めて、で、 power.begin、 これバッテリーから電池を取るためって上に書いてありますね。で、下の方にテキストの表示のもので、それからループの中のコードが書いてありますね。で、このあたりにボタンを押した時の反応方法が書いてあります。こちらも後ほど詳しくやっていこうと思いますので、まあ、別の動画で見てみてください。で、M5 スタックの画面にも文字で書いてあるんですが、ここに700ms、0.7 秒を押して離すと画面がリセットされますよっていうふうに書いてありますので、ちょっと試してみましょう。はい、で、これ離した時ですね、 0.7 秒押して離した時なんで、離してみると、まあ、こういうふうに画面が暗くなります。で、プログラム見てみると、ブラックっていうのが暗くなるっていう意味で、で、セットカーソル00って書いてあるのは、画面の0コンマ0番目のところに文字が出せますよ、カーソルが行きますよってことですので、まあ、今動画のようにボタンを押すと左上の方からボタンが出てきますね。はい、ではこれで M5 スタックのセットアップについて終わります。